あれ？なんかいけそうだったのに。あれ？いや、なんかいける、なんかいけたんだよ。あ、違う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 。なんか違う。なこれ間違ってない気がする、これこの解き方。こうして多分こういう感じの。あ、よし、オッケー、これでオッケー、よし。さあ、最後緑で消えたけど、いいんですよ、いいんですよ。自分の解き方がありますから。さあ、続いていきましょう。5連鎖するべし。んー、これどう頑張っても自分から消すことはできないね。紫消えて、赤消えて、黄色消えて、緑消える。ですかこれ。あ、簡単簡単。ここでしょ、ちぎればいいんでしょ。黄色、赤、黄色、あ、紫か。俺今黄色っつった。ちょっと意識ないんですけど、意識ないですけど。うわー、またこういうのか、やばすぎる。あー、やばい。左下の紫消して 1?1、2 な気がするけど違うのかな。まず紫っぽいよ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、17。これだとどう？ 1？ あかんわ。おー、プヨを余計に消さないように。いや、分かってますよ。それは、そんなことは分かってますよ。違うな、絶対違うな。1？アウト。やっぱ左下からかな。もうそんな気するよね。左下消してもさ、2連鎖につながる行動が起こんないんだよね。これはどういうこっちゃっちゅう話ですよ。違う、左から消しても無理だ。右上のあの3つから、3つで消すんだ。あれで1で、上、その上の紫ぽよが下に落ちて2連鎖だ。っていうことは、あ、ちょっと待って、なんやだとすると、何が正解だ。あかーん。そうなると許される行動って言ったらこういうことになるよ。1、2、3、きたー、きたー。もうだってこれしかないもんな。やったー、クリアした。つえ、戦いなり してやがる。57分か。オッケー。あんたとはくぐった修羅場の数が違うわ。仕方ねえ、ここは貴様に譲ってやる。好きなだけ川の柵を取るがいい。いいのかよ。あ、柵じゃない、酒か。酒って、あの魚の酒？別にいいわ。私はここを通してほしいだけだから。なんて欲がないやつだ。あんたには負けだぜ。俺様の乾杯だ。
それじゃあ土産に酒を2、3匹 いらない。遠慮しとくは急いでるし。そうか、なら欲しくなったらいつでも来い。俺様が取ってやるからよ。優しい。この川の酒は抜群にうめえぜ。マジでいいな。お、なんすか。あー、なんかこんなの湾にもいたような、いなかったような、わかりませんけど、こんにちは。いいお天気ですね。あら、こんにちは。ほんと今日はいい日和だわ。あのお願いがあるんです。何かしら。謎ぷよやりませんか。私が考えたんです。へえ、あんたがどんな問題なの。え、あんたが、あ、へえ、あんたが丸か。どんな問題なの、見せてごらんなさい。それじゃあ行きますね。こういうひ弱な女の子がね、めちゃくちゃ強かったり。イエーイ。なんだよ、おい、なんかなんだこれは罠か。クソ簡単なの一番最初に持ってきて、後半あの2問目3問目クソ難しいみたいな。何、簡単だよ。むしろこういうことに頭使えるんだったら他のことで頭使いなよ。15 16 17 18。はい、お疲れ様です。何、お、これはこれはどういうこと。あれ、これでいけるんじゃね。あー、余裕。簡単。あれ、これ本当に可愛らしい女の子パターン。おい、出てくるじゃない、難しい問題。落ち着け。これは赤はフェイクだろ。黄色、紫、青っていう順番になるんじゃないの。いや、これ赤フェイクじゃなかったらちょっと難しすぎない。意味わかんないもんね。え、いや、俺思ったのはこういうことなんだけど、青で、オーマイガッド。無理じゃないですか、もうこの時点で3連鎖無理じゃん。え、どういうこと。何これ、難しいじゃない、完全に罠か。え、でも下のお邪魔ぷよ一つはあれは何なんやろか。じゃあ無理やんけ。なになに、クソ難しいよね。青ぷよをうまく使おう。青ぷよをうまく使う。え、何言ってんの。え、何を言ってんの。青ぷよヒントになんの。連鎖でつなげる。え、赤本当に必要。赤フェイクじゃなくて赤本当に使う。何でしょうこれ。あ、赤を使うチャンスがあった。あ、っていうことは俺のこれは間違ってない。赤をうまく使うということは、あ、じゃあ青をうまく使うということは、つまりこういうこと。あかんやん。青ぽよそこにあったらもう赤で消せねえじゃん。え、どこで間違えてんだ。ここまで合ってると思うんだよね。もしやこう押してここまで OK なんですよ。で、あかんやん。難しい。青ぷよどうすんの。青ぷよをすべて消さないと成り立たないんですよ、このコースは、この面は。え、青を消したい
魔王をすべて消したいのだが。うわ、なんですかこれ。ここ乗っけちゃアウトだよな。だからといってもここでアウトやんな。ちょっと待って、もうちょっとちゃんと考えたい。わからん。赤と紫の位置間違ってないと思うんだけど。でも絶対間違えてんだろ。だってそうしないと青を全部消えないもんね。青がまず この世にあること自体がおかしいんだよ。青が残ってたらダメなんですよ。とにかくくくりは不可能なんで。って考えるとやっぱり赤フェイクかなと思って、青紫黄色で消すのかなってやっぱ思っちゃうよな。ってなると、フェイクだとしたらこうなるか。こうでもなくねえか。これもなんかおかしいな、話だけど。おっと、なんだよ、クソ難しいの来るじゃん。やっぱり可愛い子ちゃんじゃない、ただの。